どうもみなさん。日本語で実況プレイオーステるル,ルメディク人、コウテツユスティルです。これはフローゼンステートですね。これは最近出た、ホラーアドベンチャーサバイブル RPG と呼ぶべきかな。まあ、ちょっとだけプロジェクトゾンボイドと似てますね。まあ、このゲームの話はね、なぜフローゼンっていう名前がついてるかっていうとな、あるハイブリッドっていう化け物が現れてきて、その化け物を 足止めるように人類は氷河期起こしてしまいましてね。それ一時的なものなはずでしたが、まあこのざまになりましたね。で、まあ、やりましょう。ニューゲーム。えー、三つのキャラから選べますね。これは科学者みたいな子で、これはヤンキーみたいな。そして、あ、これは軍人ってね。 この軍人さんにしましょう。で、これはヒント。竜が死後へようこそ。えー、これは、俺の一時的なホームになって、まあ、頑張って、そのハイブリッドから、そして他のやつから守ってきました。が、えサプライはなくなっちゃって、シティで、あの、街で、 街へ行って、まあ、取りに行かなきゃいけないことになりますね。そして、エクスプローラーっていう、それは俺の車でしたっけなんか聞いたところによると、あるいは読んだところによると、エクスプローラーは俺の車なんだけど、もうわかんない。まあ、修理しなきゃね。あ、なんか俺は、どっかに向かってったんだけど、俺の車が、ぶっ壊れて、わかんない。 とにかく、あのー、このホームに残ってるものを探しに行きましょう。そして、ラック、ラック12っていう,呼ぼうかなこれルックラッシュわかんないけど、ラック、ラックっていう予防。それは、ピップボーイみたいなものね。これがラック。あ、まあ、ラッシャー、ロッシャーだね。よし。まあ、これは、 これ、リストは、これ、時計、えー、腕時計でね。こっちに入ってるのは、バッタリー。電池だね。あ、これはキャンプファイヤー。火をつけてみてください。そうだね。こうやって、つけます。でも今は結構熱いので、消しますね。あ、これはヘルス、HP でね。そしてこれはスタミナかな。そうだね。 そして、これや、温度ん多分ね。そうして、ちょっとだけ、いろんなところ、探しましょう。ああ、眠るい。夜の気温は、夜の温度は、あの、予想できないのであ、死んでる、いや、死んでるというか、寝てる時に、死んでしまった人が、 いる。いるっていうか、いた、いたよね。過去形だね。なので、ちゃんと窓が壊れてない、暖かい部屋で寝,寝るようにですね。今は疲れてないので大丈夫だけど。で、こっちに、あ、ドア。コードロック。なんかの暗号あるんだね。いろんなドアに、 ロック、鍵、ロックするか、それか、この暗号、できますね。あ、えっ、ー、と、これは、1、9、2、7。なので、よしできました。どんどん進みましょう。これは、あ、隠れることができるね。そして、これは、バルズフィクアユロシア語だね。これを、 使って、まあ、こっちに、肉とか入れたら、焼けますね。えー、っと、あ、こっちに入っているのは何だろう。何も入ってなかった。さすが。さすがお手洗い。そして、これが、あ、これが、鍵かかってるけど、簡単に。それね。 簡単にできる。あ、スリーピングバーグ。スリーピング袋かな。えー、っと、これは、タンブラー。チュール。これ、いただこう。そしてね、これは、トーカーラー、あー、これ銃これ銃かあ、蹴っちゃった。蹴っちゃった。これが、メッド。チェスト。あ、全部取ろうかな。 そして、こっちに入っているのは何もない。なるほど。あじゃあ、こっちに入ってから、外へ行きましょう。うーん。あ、これは、ショットガンの、ケーシングで、ガンパウダーが入ってない。まあ、全部取ろうかな。そうでね。えー、まず、そのドア、ドアを閉めよう。そして、ロックしよう。あ、ちょ、 こうやって、あっちょっ。おいだから、ロックしたいんだ。ロックしたいんだい。もういい。もういい。<laughs> もういい。えー、これが相当だね。なんかね、聞いた、あ、ちょっと。聞いたところによると、相当はランダムかなあ、そういえばこれは何でしょう。ログちょうどいい。 俺、なんか、あ、古い斧。これ、装備しよう。この、銃もあるんだけど、持ってるなんかの弾。これも、装備しよう。えーっと、これは <laughs>、持ってないね。じゃあ、この、これを、使って、あ、いいね。 やった <laughs> 何の技何の技えー、これは何でしょう何も入ってない。ブレック、<laughs> ブレックいらない。えー、っと、こうやって、この、メタル。落ちたえー、あ、そうだ。こうやって、カメラ、回せますね。こっちになんかあるのかな あるんじゃな。あ、これはこれは何でしょう <laughs> あ,あ別に何もないね。他のエリアに行きましょうかな。あ、これは俺の車。とね。ベリーブッシュ。凝ってるベリーよ。なるほど。全部取ろう。よし。 ちょっと寒いね。ちょっと寒いね。えー、一旦、うちに戻って入って、ちょっと、ちょっと見えないんだけど。ちょっと見えないんだけど。よし。ああ、雪降ってるっていう意味だったかな。雪降ってるからもっと寒くなった意味かな。よし。えーと、これを、 閉めて。そして、こっちへ行けるあ、行けるんだ。これは何でしょうエアレッカターミナル。あ、なんか、なんか長い話になりそう。いや、長い話だから、ちょっと、ストーリー、今は、ストーリー、そんなに気にしてないですね。 生き残る、残るのが優先でね。えっ、ー、と、あ、こうやって出れますね。それね、ゾーン。こうやって、今はここで。あー、これは何かあるところでね。じゃあ、そっちに行こうかな。えー、 あ、もしかして、これが、あれこっちに行きましょう。おいあ、ダブルクリックか。寒っ。寒っあ、なんかあった。なんかあった、こっちに。えー、じゃあ、エクスプロワー,ー。寒いね。 俺、ステルスとかできるのかなおー、ちょっ化け物が化け物がえー、こっちに、あ、書類。あ、シーキーを押すと。そしてね、見てる通りに、俺が向いてる方向、 照らしますねじゃあオンロックと化け物が入ってませんようにここでいや寒いよさすごい寒いよ えーと、クラフティングサバイバル、キャンプファイヤー作りましょう。あの、どうやってキャンプファイヤー使おうか。キャンプファイヤー。エクイップ、エクイップあの、そうじゃなくて、あ、こうやって、あ、ちょ、やったー。 うわあ、寒かったなで、俺が向いてない方向はね、何も見えない。モンスターがいたら、そのモンスター、見えない。そして、なんか、これがヒアリングモード。聞くモードかな。あ、上に、何か、いる。あ、このモードがいい。このモードで生き残れそう。 ちょっと、このモード出たいんだけど。よし。チュールボックス。インスントコーヒー。全部取ろう。そしてね、ちょっと、なんでそんなに <laughs> この向こうに何か、何もない。うーん。 おっちょ化け物が化け物がおー倒したおー倒したウィドウていうウィドウていうへーガンパウダーこれ、取ろうこの向こう、なんか、アンロック 俺はなんだろうえー、じゃあ、こっちに。化け物だった。化け物だった。倒れる。<laughs> ネズミの肉。これ取ろうかな。インフェクテッドミート。エムファインってなんだなんかのメッドなんだけど。あ、これ以上。これ以上は無理だ。 えーっと、フラスク、こんなにいらないかな。そしてね、ペーパー、こんなにいらないかな。うーんー、ライス、いらん。インスタントコーヒー、いらないかな。いや、ちょ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 。テイク。 これ、いただこう。そして、えツ、ー、ールも持ってるんだけど、あ、レモネード。ユーズ。それ何の効果あるかわからないんだけど。てか、俺、どうやって、回復するわけえー、サバイバル。バンデージとか いや、それは、血が出、てるとき。釣り釣りできるの ?PF、あなるほど。このゼリーオンが、なんていうか。そして、大きいバンデージで、ファーストエイドキット、作れるけど。あ、これは、レベル2が必要だけど。レベル、俺、レベル1だけど。 あれどうやってレベルアップするあ、アントラズ、え <laughs> このアントゥル何か、アントラジドルでレベルアップできるだしい。えー、っと。それ、レベル 2? それレベル 2? あ、カンファーム m っつったら おー、あれ、レベル2かなわかんない <laughs>。あ、ここで、こうやっていけない。じゃあ、もうちょっと、もうちょっと、この中、何かあるか確認してから、あ、それは上ほっちょっ ちょょちょ、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 来るいや、今日、いや、いい探索だった。いい探索だった。帰りましょう。ええっと、それね。帰りましょう。びっくりした。そいつ、銃なしで倒せないと思う。 凝ってる,、ね、凝ってる画面が凝ってるからするとあれどうやって入る俺どうやってあここかあドアはこのベリー欲しいんだけどやばい 寒い。あ俺、HP。俺の HP が。あの、ちょ、ちょ、ちょっと俺、動くないんだけど。ちょ、マジでちょっと待って。ちょっ、あ、貼ってきた <laughs>。ああの、これは何でしょう ツールシェッドみたいなあ、フューエルフューエルゴーリータの。そして、車のバッテリー。あ、でもやばい。早くー。早くー。誰か、いる誰かいる,誰かいるあ、食べなきゃね。 なんか食べなきゃ。そのベリーはベリーベリーこれか。あー。問題はね、それは寒いから。それも寒いから。よし、大丈夫だ。火をつけたから。えー、どこに行ってたこれでね。食べよう。 インフォーは、あ、これが、あなる、なるほど。もう大丈夫だ。もう全部は大丈夫だ。上と乾き、気、あ、温度かな気温温度かなファティーグとかですね。まあ、とにかく今日ここまでしときますね。見ていただいてありがとうございました。このシリーズ続けて欲しかったら、ぜひ高い評価をお願いいたします。では、 次へ <music>